さんこんにちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬大蔵とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが坂井市のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。今回は私白瀬大蔵が担当いたします。さて今回のコンシェルジュ虹色キッズは城の子保育園をお送りします。そして特集コーナーは達者で行こうと祭り人をお送りします。それでは坂井さんちのコシェルジュスタートでございます。5歳児担任のつらです。白の子保育園では自然と音の保育を柱にしてさまざまな活動を行っています。朝はクラスごとに集まり、子どもたちが見通しを持って一日を生活できるようその日一日の流れを話しています。園庭ではピーマンやナスなどの夏野菜を植えて育てています。少しずつ成長していく様子を楽しんだり、季節ごとに変化する園庭の木や草花などの自然物と触れ合ったりしながら遊んでいます。また運動にも積極的に取り組んでいます。体力づくりのためマラソンに取り組んだり、サッカー大会の前にはみんなでサッカーを頑張ったりもしました。丸岡城に見守られ、地域の人に見守られ、子どもたちは毎日明るく元気に過ごしています。大きくなったら消防士になりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったら看護師になりたいです。大きくなったら柔道選手になりたいです。大きくなったら物理学者になりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったらパティシエになりたいです。大きくなったら船の船長になりたいです。大きくなったらホットテーテ屋さんになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったらパティシエになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったら道博士になりたいです。大きくなったら警察官になりたいです。大きくなったら消防士になりたいです。大きくなったらホットケーキ屋さんになりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。大きくなったら学校の先生になりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったら空手の選手になりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったら運動選手になりたいです。大きくなったら消防士になりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。Yeah.
皆さん、こんにちは。山村志保、略して山志保です。今回もお達者で行こう。元気に参りましょう。こちらのコーナーでは、市内で元気に活躍している皆さんのお達者のポイント、お達者ポイントを私山志保がリサーチしてまいりますよ。春江西コミュニティセンターにやってきました。今回ご紹介するのはスティックリングのチームです。それでは行ってみましょう。こんにちは。はい、こんにちは。ご苦労様です。ご苦労様です。こちらのスティックリングのチームのお名前が、はい、春江さわやか SRC ということなんですが、この、はい、SRC は何の略なんですか？はい、はい、スティックリングの略でございます。そうなんですね、はい、このスティックリングというのはどういったものなんですか？パックをポイントゾーンに打つゲーム、そして最後に点数を争うゲームです。このスティックリングは何人対何人でやるんですか？3対3でございます。3人で順番に、はいはい、順番に6名が打っていく。自分の球で相手の球をポンと押し出す。そうすれば点数が減るので、打ったチームが点数を取るというゲーム。相手のボールはゼロになって、で自分の球の入ったところの点数が入るということですね。このスティックリングのチームはどうやってできたんですか？平成18年の時に県協会が作り上げたというゲームですね。でまだ11、2年しか経っておりませんけど、このチームなんですけれども、はい、メンバーは何名いらっしゃるんですか？メンバーは会員数は18名おります、はい、平均年齢は何歳になるんですか？80ぐらいと思います。80ぐらいで、はい、お年は？私は83歳です。83歳、はい、お達者ですね。最高齢の方は何歳になるんですか？86歳です。86歳の方、はい、今日も来てらっしゃるんですか？はい、今日も元気でやっております。こちらの女性の方？女性の方の今男の横にいる、あの花が、はいはい、去年小林さんが解禁賞で、ね、クラブに来てたとお伺いしたんですけれども、この競技の楽しいところ、どういうところが楽しいか教えていただけますか？ね、やっぱりみんなとねこうやってしてやられるし、それで元気が出ますわね。一等取りましたでね。一等取った一番な、何かこれで今日で大会か何かあったんですか？あったんです。ここだけの、このクラブ内の大会で1位、はいはい、1位になってました。すごいですね。お達者ですね。末政さんはスティックリングを始められてどれぐらいになるんですか？3年やね。3年ですか、はい、スティックリングを始められて体、健康がすごい良くなった？もちろん、もうくよくよがあっさりしゅうあっさりする、すごいですね。もう医者なんて行ったことないです最近。最近、うん、もうスティックリング始めたら、すごい、もう指折り数えてもうここに来るのは楽しみです。もう楽しみだしね、病気にならないしね、いいですね、お達者ですね。藤間さんはスティックリングを始められてどれぐらいになるんですか？8年ぐらいだと思います。皆さんやっぱりね、1年で辞めちゃったりする方もいるかもしれないんですけど、はい、8年間も続けるこの秘訣っていうのは、どうでしょうね。みんな仲間の話、ね、私退職してから始めたんですけれども、みんな、ね、先輩のばっかりなんですけれども、仲間にスムーズに入れてくれて、それでいろんな話とかねするところが一番ですかね。もう皆さんでねおしゃべりされて、はい、もうとってもお達者ですね。高松
さんは、うん、こちら始められて何年になるんですか？何年なのかな？ 6年ぐらいかな。6年ぐらい、はい、始められようと思ったきっかけは何かあるんですか？これはなんかやっぱり健康のために何かいいことがねえかなと思ってたら、ちょっとこれは一年中できるスポーツでしょう、室内競技やで、で、ね、うん、でありしたんですけど、うん、雪が降っててもできますもんね、ええ、どうですか実際やってみてお体健康になりましたか？なったって言われると、今現在がこれがやってるおかげでねんかなと思うんですけど、今もうこうやってお元気にいられるのは、うんうん、これのおかげでだということで、ええ、お達者ですね。今日はありがとうございました。はい、ご苦労様です。とっても楽しい競技だったんですが、はい、ぜひ私もやってみたいという方はどうすればいいですか？はい、毎週火曜日木曜日の午後1時から西コミュニティセンターでやっていますので、どなたでも参加できます。どうぞお待ちしていますということです。皆さんお待ちしております。はい、お願いします。繁栄爽やか SRC お達者でいこう。
船神輿は慶太天皇をお乗せしておりますので、慶太天皇が福井にいらっしゃる頃に治水にご尽力をされたと、この御国の地に港の口を開いたということで、慶太天皇のおみこしがこちらまで来まして、港の繁栄をご祈願をするということになっております。この眼鏡橋の上で神事をさせていただくということです。仕事の止めしのまにまに今日のみゆきのかむ技つこえまつりて。三国祭りは現在のような形になってきたのが、江戸の中頃ということで、250、60年前ぐらいじゃないかなというふうには言われておりますね。各町内が山を出すようになっているというのも、北前線の交易で、三国が栄えてきたことによって、港の人たちがやはり、総氏神である三国神社のお祭りを賑やかにしていこうという、皆様の、氏子の人たちの、心意気というか、そういうものの表れじゃないかなというふうには思っております。三国祭の見どころはやはり大きな山が出るということと、やはりおみこしが、のお供として出ているということ、それと、おみこしが2基ございますけれども、御祭神が2柱ございますので、それぞれに由緒のあるところを、お参りをさせていただいているというところ。回転でもガーッと一番下地の面白さ、それから手作りと本職が作ってる山の違いを見てほしい、皆さんが一緒に作った山を見てほしいと思います。はい、お迎えに